はい、どうも小林隆史が人の話を聞きに行く近藤福とのドライブトークですね。目的地でお蕎麦をゆっくり食べまして、それからまたちょっとナビ切ってね、落ち着いてお話聞いていきたいと思います。前半戦でもう本当にめちゃくちゃになりましたんでちょっと落ち着いて喋れるようにね、ナビも動かさずに喋っていきたいなと思いますけども、中学校まじ、ちょっとまとめるけど、じゃ思い出してるけど、はい、小学校すごい打ち切りで友達もいないという状態があり、はい、でそこから、中学で部活、吹奏楽を始めたと。で、なんで吹奏楽にしたとかいうのは？その時は、中学校の時から僕、演劇をやりたかったんですよ。そうなの？はい。中学の時から？はい。演劇部に入りたかったんですけど、うん、その演劇部って中学とかの時って、ちょっとなんとなくこう入りづらい雰囲気あるじゃないですか。うん、なんとなくわかる。男の子は特にね。はい。うん、で、そのでも部室に演劇部の部室にこう入りづらいながらも向かって、でも部室の門を叩けず、ああそういうもじもじしちゃって、はい。そこで U ターンしたら、あいつ演劇部に入りたかったけど入りづらくて戻ってきたぞってなるから別にならないんですけど、わかる、自意識がね、はい、うん、で通り過ぎたんですよ、そのままそのままね、うん、その突き当たりにあったのが吹奏楽部ですだから引き返してもできないんでそのまま吹奏楽部に入っちゃったんだ。そうですね。じゃそんな興味あったわけじゃないわけ、楽器とか。そうですね、もともと興味あったわけではないです。そうか。でもやってみてどうだった、吹奏楽に関しては。でもやっぱり何か一つのことをやるのって楽しいですよね。それは間違いないね、はい、だから中学の時は僕大学はウィーンに行こうと思ってました。おお、そのままこう音楽やって、はい、極端だね。でも、でもじゃあハマったのね。そうですね、ハマってやってましたね。そうか。でトランペットやって、はい、その中にもいろんな思い出があるんでしょうけれども、ちょっと駆け足になるけど、そうするとじゃあそれが経て高校入るじゃない。はい。その時は何してたの？でも高校の時もやっぱり演劇部入ろうって思ったんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、中学の時は演劇部の行った先が音楽室で吹奏楽部に入ったわけですけど、うん、今度演劇部に入ろうと思って行った先にあったのは体育館だったんですよね。体育館？はい。で、その体育館で出会ったバドミントン部に入ったんですね。結局演劇部に入ろうと思ってるけど、はい、入れなかった結果入ってるわけ、みんな。そうなんですよ。じゃあ募るじゃん演劇やりたいわ。だから高校の時とかも福井県の高校の中で一番こう成績がいい学校も行けたんですけど、うん、その演劇部が強い高校にわざわざ行ったんですよね。そうなんだ。あれ結構頭は良かったの？頭はそうですね、勉強できたのかってことよ。そうですね、勉強1年生の頃はできたんですけど、中学も高校も3年生の時に勉強だけ頑張ったんですよ、部活が終わってから、うん、なるほど、受験のためにとか。はい。だからその受験対策はうまかったかもしれないですね。なるほどね。なんだで高校入ってバドミントン部に入って、はい。ああ、じゃあ全然まだその演劇には触れずの高校時代までだね。そうですね。でもさ、もともと元を正すとなんで演劇そんなにやりたいと思ってたんだろうね。なんでなんでしょうね。ああ、でも憧れるなんかあったの？あ、そうだ、小学校の時に、うん、家なき子が放送されてたわけなんですけど、家なき子か、うん、はい、足立由美さんの。あ、はいはい。で、足立由美さんと僕ほぼ同い年なんですけど、向こうが 1,2 個上だったと思うんですけど、うんうんうん、その当時天才子役っていう風に言われてたんですよ。そうだよね、うん、言われてたよ、うん、でもそれをブラウン管のこっち側で見ながら、うん、足立さん天才だったらもしかしたら俺も天才かもなって思ったんですよね、小学校の。俺にだってできんじゃないかみたいな。俺にだってできんじゃないかと思って。あ、それでやってみたかったんだ。はい。だけど中も高もそれを逃げてですね。そうなんですよ。だから天才子役の座は逃したわけですけど。そうね、もう子役どころの年齢じゃなくなっちゃったからね。そうですね。そっか。じゃあそれでその高校出て いつ演劇に出会うんだっけ？その
大学ゼミは、あ、その前に大学か。そうですね。大学で、早稲田に行こうと思ってたんですけど、演劇をやろう。おー、本当に演劇って考えてるじゃん。すごいね。でも、早稲田に行くにしても、法学部が良かったんですよね。あ、それはなんで？あれは、受験勉強してる時の合間に、アリー・マイ・ラブっていうドラマがやってたんですけど。あ、あったね、アリー・マイ・ラブ。うん。で、そこで、弁護士か。はい。でも、演劇をやりたいながらも、プロとしてやっていくかどうかに関しては、ちょっと。そこはちょっと微妙だったんだ。はい。微妙だったから、演劇はやりたいけど、最終的には弁護士になるって思ったんですよね。結構いろいろ考えたんだね。うん、だから、早稲田大学の法学部に行って、演劇もやりながら、最終的には弁護士にもそうです、ね、なれるみたいな。というところで考えてたんですけど、早稲田大学の法学部なかなか難しかったんですよ。いや難しいでしょ。俺もよく知らないんだけど。偏差値的に。そうだよね。だから、早稲田大学に落ち、立命館大学の法学部に行きましたね。あ、立命館で法学部行ったのね。はい。そうか。で、立命館では、演劇には出会ったんですか？立命館の大学の演劇サークルで演劇を始めたんですよ。なるほど。じゃあそこでようやく演劇に触れたね。そうですね。もうその時は絶対演劇に触れようって思ってたから、もう入学する前から演劇サークルに入りました。あ、入学する前から。はい。なるほど。で、大学でようやく演劇に触れることができて、その時はどんなこと、どんな感じでした？実際にやりたい、やりたいと思ってやってなかった演劇、ようやくやったわけでしょ。そうですね。楽しかった？楽しかったですね。楽しかったです、高校の時よりも、なんか生活自体も自由になるし。でもまあ、当時、関西方向で流行ってたエンターテイメント系の新幹線を筆頭とする、エンターテイメント系の演劇をやってましたね。ああ、そういう感じだったんだ。はい。活劇っぽい感じというか。そうですね。なるほどね。でもまあ楽しく演劇生活、大学はして、はい、法学部の勉強もちゃんとやったんですか？頑張ったんですか？いやー、まあそれが大学自体は半年ぐらいで辞めちゃったんですよね。あ、そうなんだっけ。はい。なんで辞めたの？なんかもう勉強を始める前から演劇サークルに入って、演劇が楽しいなって思ったから、大学はほとんど行かなくなっちゃったんですよ。ああ、なるほどね。演劇ばっかりやって勉強しなくなっちゃって、はい、そうですね。もう演劇をやって生きていこうと思ってその時はもう演劇やって生きてこうになってた。そうですね。逆に言うと、でもまあ大学は辞めたものの、その京都でアルバイトとかで自活しながら演劇サークルに通う日々が2年間ぐらい続きまして。なるほど。で、その後、はい、次って演舞ゼミ？その次が演舞ゼミです。じゃあその時に東京に出てくるわけ？そうですね。まあ、別に演舞ゼミに入ろうと思って東京に出てきたわけではないんですけど。わけではないんだ。なんか知り合いのおじさんが、マレーシアに転勤になって、日本で使ってた家具全部処分しなきゃいけないっていう話になって、だから今僕が東京に出たいって言ったのは、みんな知ってたから、お前今行けば、元で0円で東京生活が始められるぞっていうことで。へえ、なるほどね。知り合いのおじさんが借りてた部屋をそのまま名義だけ変更して、家具も全部僕が使って住み出したんです、東京に。へえ、じゃあなんかまあラッキーはラッキーだね。なんていうの、そうですね、元手が少し。まあそうなんですけど、でも僕が京都で使ってた家具全部処分して、だから東京に出てきたんですけど、そのおじさんがちょいちょいマレーシアからあれを送ってくれ、これを送ってくれって言って、パソコンとか、オーディオとか、なんか、最終的にだから僕の手元に、そのおじさんのパジャマとか、なんか、全然いらないような家具しか残らなかったですね。あ、じゃあ、いろいろほとんど送っちゃったみたいなことはい。そうかそうか。で、東京生活はスタートして、じゃあ同時にその演舞ゼミに入ったってこと？もう来たのが4月頃だったから、4月直前だったから、その時にまだ募集してたのが、パッと見た限り演舞ゼミしかなかったんですよ。あ、そうなんだ。
しかなかったっていうのは、まあ、何か演劇をやるとしたらっていう。そうですね。僕東京に来たのに半年とか1年とか、なんとなく過ごしてるだけなのはちょっと嫌だなと思ったから、とにかく入れる団体に入ろうって思ったんですね。なるほどなるほど。それで演舞ゼミを選んで入ってと、はい、でもいくつかクラスがあって、その中から倉持ちクラスを選んだってことでいいのかな。そうですね、6人ぐらい講師の方がいて、あの演舞ゼミ1年生なんですけど、半年間その6人の講師のワークショップみたいなやつをいろいろ、みんな受けた。はい。で、半年後にその6人の講師の中から誰か1人を選んで、うん、その講師の人とあの舞台を1本作るっていう、そういう形式なんだね。はい。で、決め手としてはその倉持クラスに、まあそのなんか、まあこう言ったら他の講師の人に申し訳ないですけど、うん、なんか倉持さんだけちょっと生徒の人気を取ろうとはしてなかったんですよね。そういうこと。はい、ここ今行っていいのかな、ぐるって。ごめんね。人気を取ろうとしてなかったのが良かった。そうですね。他の講師の人は、まあ終わった後、飲みに行こうよみたいな、まあちょっと生徒と仲良くしようと。まあ交流がね。はい、してて、まあ実際、あの演舞ゼミで、講師、生徒がどの講師の人のところで第一希望、第二希望はこの人ですみたいな出して割り振られるから、多分講師の人も自分に一票もこもない事態は避けたいんですよ。なるそりゃそうだ。だからそういう半年間なんですけど、倉持さんはもうすげえドライだったから、うん、なんかそういうところが好感を持てたんですよね、逆に。あー、なるほどね。逆にね。はい。で、この人にのとこに 入ろうというか、まあ行って。でもそれがさ、結局劇団員になるところにつながるのがすごいよね。そうですね。考えると。その当時、倉持さんが一番やっぱり講師の中で人気だったみたいですけどね。そういう意味でもね、なんかこう、はい、うまくいって。なんかそういうなんか運みたいなの持ってそうだよね、今度って。ああ。そうですね、うん、なんだろうね、可愛がられ運なのかな、まあ、運じゃないか、可愛がられ運、運とは違うか、可愛がられて、ね、なんか俺のイメージやっぱり近藤ってしょうがない、ダメなやつだなみたいな感じの可愛がられっていうやっぱり思うよね、そういう印象だよね。こいつはできるとか思ったこと一回もないみたいなそうですね、なんだろうね、そんな感じでも、なんだかんだ人好きするというかさ、人に好かれるところはあるじゃん。そうなんですね。じゃないのかな。でも、倉持さんはどうだったんでしょうね。あんまわかんないけどね。まあ、でも、その演舞ゼミの中では、うん、僕、比較的こう、比較的頭角を表してたんだ。また頭角を表したんだ。早いな。じゃあ、そこの時点でもう頭角を表したわけね。まあ、多分演舞ゼミって本当にやったことない人たちが、まあ、演劇部さえもやったことないみたいな、あ、そんな感じなんだっけ、はい、みたいな人たちも全然多いから、その中ではちょっとやってましたよみたいな、ちょっとやってましたよみたいな。ああ、なるほど。僕がいい感じだったのかもしれないです。そうな。実際あれ僕主役をやってましたもんね。なんかあんまり詳しくは覚えてないけど、卒業公演みたいなやつでしょ。はい、あれ高鹿さんがやってた役ですよ、ペンギンで。ああ、それをやってたんだ。ああ、なんか思い出してきた。確かに確かに。あ、だから、ちょっと声かけたりもしてんじゃないかっていう気もするよね。そうですね。俺がやってた役をやってる人ということで。はい。なるほどね。で、そうやって演劇生活、プロの演劇生活みたいなことで、になっていくわけだね。そうですね。卒業した後。そう、どうだった、その、まあ、それで最初に聞いた話に大体戻っていくっていうふうになるんだろうけど、はい、実際にそのまあ上がっていく時となんか苦しんでる時といろいろあって、はい、でもまあ総じて演劇というものを楽しめていたわけでしょう。そうですね。で、そうなるとちょっと何聞こうかな。でも僕、うん、ペンギンプロペルパイレーズに入る前に、うん、ケラさんの舞台に出てるじゃないですか。なるほど。で、その芸能事務所自体もケラさんの事務所に入ったんですけど、ああ、そっか。その後ペンギンプロペルパイレーズに入るっていう話になって、うん、その
時になんかケラさんから、いやちょっと入らない方がいいんじゃないかみたいなことは言われたんですよ。別にそれはペンギンが悪いっていうことではなくて、うん、はい、というわけで今週はここまでです。いやーなんか気になりますね。劇団に入んない方がいいんじゃないかと言われた理由は一体何だったんでしょうか。来週もお楽しみに。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。